大上官クリアイエは、本来は大上官に付属する厨房を指すが、古代においてはこれを管理する監視を指した。大上官における会議や行事の際に出される、食事の準備やそのために必要な用具、雑貨などの調達などを本来の職務としていたが、同時にその食料や費用に充てる、公電自主の管理や弁官以下の大上官官字にや、雑用を行う召使いまでの6枚。 自腹などの給与の支払いなどもいった。演技式によれば、責任者である別当は、小納言、弁刊、劇、死から、それぞれ一名が兼務し、これに続くあずは小納言局、弁官局の文みをより各一名ずつが当てられ、毎年2月に、大上官が行う列味の儀式までの一年間ずつの交代制であった。公伝の自書を、薄月米、経過の形で送られて、 大乗館栗り明に収められたほか、諸国から集められた、霊神の者も,もここに収められた。だが、後に、反伝性の崩壊と遺伝などの増加、国司による自死の省税などへの転用によって、本来は、反伝の余剰伝であった、乗り田及びその自死も減少するようになり、貧ホ,ホホと呼ばれる一種の荘園が設置されてそれが、乗り田の代わりとされた。また、 本来大上官クリアイエは小納言局と弁官局が共同で管理することになっていたが、倉人所の設置で小納言及び小納言局の職場が形外化すると、もっぱら弁官局が管理するようになり、さらに残された、のりたや、ビンホホも、代々官務を務めた小圭や騎士の事実上の所要となっていった。ありがとうございます。